ラッキーライラックは日本の競争は主な勝ち倉は2017年の阪神、ジュベナイルフィリーズ、2019から2020年のエリザベス女王杯、2020年の大阪杯。オルフェーブルの初年度3区の一等。母ライラックスレースはベージー1アッシュランドステークスの勝馬。サンデーレーシングでの募集価格は総額3000万円。場名の意味は 幸運のシンボルとされる、五弁のライラックの花より、8月20日、新潟競馬場の2歳シンバに、安城、石橋治でデビュー。道中4番鉄位層から上がりサンハロンを33.1秒の末足で抜け出し、直線で外から追い込んできた2着ラバクールに一番新半の差をつけてシンバちを飾った。2戦目は10月28日のアルテミスステークスに、 出走。13番枠からコースタートを決めるも、両場上発表ながら、雨でぬかるんだ芝の影響で道中割り切む場面も、見せる。しかし、直線で追われると鋭く反応し、逃げ粘るさやかちゃんに4分の3場審査をつけて、デビューに連勝で重賞初制覇を飾った。同年の札幌2歳ステークスを制覇した、ロックディスタウンに次ぐ、オルフェーブル3区2頭目の重賞勝ち馬となった。 2017年阪神 JF パドックその後は、阪神ジュベナイルフィリーズに出走し、ロックディスタウンに次ぐ2番人気に押された。直線で先に抜け出した3番人気リリー・ノーブルを捉え、4分の3馬審査をつけて優勝し、オルフェーブル3区発の GI 馬となった。3戦3勝でこの年を終え、JRA 賞最優秀2歳品馬を満票で受賞した。年明け初戦は、 大歌賞のトライアル競争であるチューリップ賞に出走。単賞を追っ1.8倍の支持を集めると、最後の直線で後位から抜け出し、2着に2馬審査をつけて完勝以下マウレア、リリー・ノーブルの順で入選し、上位3頭は前年の阪神ジュベナイルフィリーズと同じであった。迎えた大歌賞では前走と同じく1.8倍の一番人気に押された。 2番人気にはボバを交えた、新山記念で差し切り勝ちを収めた、アーモンドアイ。3番人気にはここまで一度も、副賞圏内を外していないリリー・ノーブルが続いた。行為を追走し直線でタイミングよく、先頭に抜け出したが、ゴール前で、アーモンドアイに差し切られ2着。ダンスインザムード以来の無敗の大歌唱場誕生とは、ならなかった。総破タイム1分33秒4は、 チューリップ賞と同タイムであり、従来のレースレコードに0.1秒まで迫るもので、安城の石橋は勝ち馬を褒めるしかないですと振り返った。続く優順品馬では、アーモンドアイが1.7倍の人気を集める中、4.1倍の2番人気となった。前半1000メートルが59.6秒のハイペースとなり、アーモンドアイにマークされる形で先行集団を追走。 最後の直線で抜け出そうとするもアーモンドアイにかわされ、さらに先段で競馬を進めていたリリー・ノーブルも捕らえられずに三着となった。秋はローズ・ステークスを予定していたが玉節の晴れにより回避して秋刊賞に直行、さらにここまで主戦を務めてきた石橋治が負傷したため安状が北村智和に乗り換わりになった。秋刊賞の最終オッズは アーモンドアイの1.3倍に対して7.3倍と離された2番人気の評価であった。6、7番手に位置を取り、直線では伸びが見られず、デビュー以来初めて副賞圏内を外す急着という結果に終わった。小馬となった4歳、シーズン初戦は2月の中山記念を選択。怪我から復帰した石橋が起場した。 しっかりと休ませて作り直すというスタンスの元入念に調整が続けられて参戦した。同年代ののさつき商馬、エポカドールをはじめ、ディアドラにスワーブリチャード、ステルビオなど、ラッキーライラックを入れて、g イバが5頭出走。さらにウィンブライトや同栄のハッピーグリーンも参戦し、11頭中6番人気という単勝オッズに止まった。2番手から2着になった。 4月の阪神品バステイクスでは、単勝1.5倍の抜けた一番人気に押されたが、最初のコーナーで内で挟まれて、後方の位置に。直線は外に持ち出したが、伸びを書いて8着に敗れた。続いて出走した、ビクトリアマイルでも一番人気に支持される。道中後一一層から、直線、馬場の真ん中を力強く抜け出しを図るも後続に、かわされ4着に敗れた。秋は、 不中品バステークスから始動。先のビクトリアマイルでレコード勝ちの2着に入ったプリモシーンに次ぐ2番人気。成功法から直線で満を持たして先頭に立ったがゴール前で2頭にかわされ3着に敗れた。続いて出走したエリザベス上杯ではクリストフスミヨン騎手と初コンビを結成。当年のオークスを無敗で制し、集荷賞を回避しぶっつけで本競争に臨んできた。 ラブズオンリーユー、その週刊賞で優勝した、クロノジェネシスらが参戦した中で3番人気に押された。レースは、道中中断を追走、逃げた、クロコスミアが、最終コーナーまで先頭を譲らず、直線コースへ。ネバールクロコスミアを2番手、ラブズオンリーユーをはじめバグンが追う中、ババの最も内をつく、ロスなく完璧な立ち回りから、 上がり3ハローメンバー中最速となる32.8秒の末、足を見せ、黒コスミアをかわし一馬身4分の一差を広げて、先頭で入選、2017年の阪神ジュベナイルフィリーズ、以来となる GI2 勝目を挙げた。木村拓人は、アーモンド愛さえいなければ、もっと GI を勝っていて、不思議のない馬と評している。エリザベス女王杯勝利後、引き続き隅4とのコンビで、 香港バーズに参戦。レース二日前に、左前足の検査というアクシデントもあったが、最終的には、馬体検査をパスして、出走を果たす。前年の勝ち馬エグザルタントが逃げる中、左右内枠からのスタートもあってか位置取りを下げて、後方の外からバグンを追走する。四コーナーから、直線入り口にかけて、束を縫いながら、大外に持ち出した本馬は、 激しい叩き合いから突き抜けた日本はグローリーベイズには遅れを取ったもののしぶとく伸びて逃げ粘るエグザルタントや最後方から追い込んできたディアドラを抑え2着に入ったこの年初戦は前年と同じく中山記念にミルコデムーロ安城で出走ダノン・キングリーをマークする形で4番手からレースを進め最後ゴール前で粘るソウルスターリングはかわしたものの ダノン・キングリーには及ばず2年連続2着と、赤敗した。続く大阪杯には、ダノン・キングリーをはじめ、ブラストワンピース、クロノジェネシスといった有力馬が集まり、その中で最終的に2番人気の指示を受けた。最後の直線で打ち終わって抜け出し、最後は、クロノジェネシスを首逆足で優勝。自身3度目の GI タイトルを獲得。 GI 昇格後初の品馬の同レース制覇となった。さらに続いて、ファン投票10万票を超え、出走馬仲裁行為で合計2位の票数を集めた宝塚記念に出走。クロノジェネシスら大阪杯で対戦したメンバーに加え、サートゥルナーリアグローリーベイズ等が出走。史上最多の GI 馬8頭が集結する豪華メンバーとなった中、サートゥルナーリア、 クロノジェネシスに次ぐ3番人気に指示された。2番手付近から追走し、交渉面から3コーナーにかけて、安状でムーロがムチを入れ、直線では一時戦闘に立ったが、最後は伸びをかき6着に敗れた。レース後でムーロは、交渉面から三角にかけて、ババが合わないと思って、ムチを入れた。最後はババを気にして同じ足になってしまったと範囲に、ババを上げ、 松永美きよ調教師も同じく馬場を範囲に挙げたが、これも競馬ですから。また秋に頑張りますとコメントした。夏は札幌記念に参戦。一番人気に支持され、直線早め、先頭から押し切りを図ったが伸びきれず、優勝したノームコアに交わされ、最後はペルシアンナイトにも刺されて三着となった。札幌記念後は放牧に出され、10月に気球後、 クリストフルメールを安状に前年優勝したエリザベス女王杯へ向かうことが明かされた。当日は一番人気に支持され、直線で早めに抜け出すと、後続の追い上げを振り切り、史上4頭目の連覇を達成した。レース後にルメールは2歳からトップレベルで走ってきた馬。残念ながら同世代にアーモンドアイがいたけれど、いなかったらレジェンドになっていたと思うと強さを称えた。そして、 引退レースとなった12月27日の第65回有馬記念では道中中断で追走するも直線で伸びあぐねてクロノジェネシスの4着に敗れた。翌2021年1月4日付で JRA 競争馬登録を抹消。引退後はノーザンファームで繁殖品馬となる。以下の内容は netkeiba.com よび香港ジョッキークラブの情報に基づく。 ありがとうございます。